程よくタイトな道が続き、タイトなコーナーが続いて楽しいですけどね、飛ばすこともなくのんびり流す感じで、はい。でここで軽くじゃあライディング初心者のためのライディング講座いきましょうか。はい、まずブレーキ、リアブレーキ編、2週間ほど前の撮った動画でも喋ったんですけど、うまく取れてなかったので今日、リアブレーキ編の話をしたいと思います。こうやってね曲がっててね、下りのコーナーリングでちょっと若干下ってるところなんかでね、こうアクセルをちょっとこう入れるとグイーッと曲がる、これ曲がる感覚があると思うんですけど、これをね後輪がグイグイ曲げる感覚をねトラクションと言います。でこのトラクションをねかけることによってオートバイって曲がってくれるんですよ。でこのセルフステアといって、腕をこう突っ張らずに、軽く添えてることによってハンドルは自然に曲がってコーナーの方へ切れていきます。でその切れていくものに対して後ろから少しこう駆動力をかけてやることでね曲がる力が生まれるわけなんですけど、そのこういう、まあ、右へ左で曲がるときにね、リアブレーキを上手に使うと曲がりやすいですよっていう話をしたいと思います。例えば下りのコーナーとかで、アクセルを開けてねトラクションをかけるとどんどんスピードが出ちゃって、より多くのスピードが出るから膨らんでいくんですよね。それが怖い。例えば今次やってみますけど、ここを、アクセルを開けていく、そうするとどんどんスピード出てってこっちに膨らんでいっちゃって、ああ怖いぞーってこんな感じね。今わざとやりましたけどね。でだけどじゃあアクセルを開けずに惰性で曲がれば曲がれるのかっていうと、すごく速度を落としてれば曲がれるけれど、惰性で曲がるのって安定感が全然ないんですよ。なのでじゃあどうすればいいのっていうと、アクセルを開けながらリアブレーキを引きずるんです。はい、リアブレーキの使い方ってそういう風に姿勢を制御するため の、 道具だと。止まるための道具ではなくて、そういう姿勢を制御するための道具だから、こうコーナー入りながらリアブレーキを引きずったまんまとかね、ズル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 グッとかけると止まっちゃうけどね、ゆっくりこう擦るような感じで少し強く擦らせたり緩く擦らせたりしてスピードを調節する道具だというふうに思えば、後ろのブレーキの使い方っていろんなバリエーションが生まれると思うんですよ。アクセルを開けながらスピードが出る行為をしながらスピードを出さないようにするためにリアブレーキを引きずるみたいなね、これを意図的にやることによってコーナーでしっかりトラクションをかけるようにアクセルを開けながら、より出すぎない、スピードが出すぎないようにリアブレーキでコントロールする。これを使うと下りのコーナーでも上りのコーナーと同じようにアクセルを開けてトラクションをかけながら曲がることができるようになりますっていう話をね、この間ちょっとね仕掛けてたんですよ。で、まあ、たまたま今日ね海沿い走ってるから下りがなくって実践的なことができないんだけど、するんだったらするで、こうねネックストラップマウントの方が説明をしやすい、身振り手振り入れられるから見やすいんだけど、まあそんな話です。でもう一つはそのこういうコーナーでね曲がるのにね、手が突っ張っててこう曲がりにくいっていうことってあると思うんだけど、この手を突っ張らずに曲げるための曲げる方法っていうのかな、曲がるきっかけっていうのかながあって、
わかりやすく言うとね、お尻のね、体重かける位置をね、すごく大雑把にいますよ。大雑把にいますよ。シートのお尻側の割れ目が真ん中としたら、それがシートの幅の中心にそれがあるはずなんですよ、必ず。お尻の割れ目って。で、お尻の、右半分の外側の方にシートの角っこがあるはずなんですよ、右の角。で、逆に左のシートの角は左のお尻の外側の方にあるはずなんですよ。この3つ、左の角っこ、真ん中、右の角っこ、お尻の位置を今確認して感じてみてください。で、これをね、右に曲がるときには右のお尻の角っこ、左に曲がるときは左のお尻の角っこ、ちょっとこう、そこに重心をかけてやるんですよ。で、かけることによって体が内側に落ちようとしますから、しっかり2グリップしてね、2グリップは2グリップとしてして、で、コーナーの出口をしっかり見る、首だけビュンとひねってコーナーの出口をしっかり見る、首をウィッてひねるんですよ。そうすると自然にあら不思議、バイクは勝手に傾いて曲がっていきます。で、その曲がるときに軽くアクセルを入れてみましょう。それ、ウィーと後輪が蹴飛ばしながらグイグイ曲がる感じが感じられるはずです。これがトラクション。すごくゆっくりとした速度で試してみればいいと思います。飛ばしてスピード出して実験する必要は全くないので、しっかりこうやって減速をして、車多いな、減速をして、それからウィッとこう沈む、お尻と一緒に肩も入れる感じかな。肩から落ちていく感じかな。軽く感じがね、落ちちゃいけないけどね。そうするとよく曲がります。すごく今のはね、アバウトに初心者向けに言ったので、実際はもっともっと複雑な動作があるんだろうけど、そこはね、またね、別の話で。はい、ということで、リアブレーキの使い方とトラクションのかけ方とコーナーの体重のちょっとしたコツをですね、お話ししました。ぜひぜひ試してみてくださいませませ。